はい、こんにちは。今日もまた手話上の練習を一緒にやっていきましょう。今日やる練習は、先日紹介した胴体、帯を使った、家庭でできるようにタオルを使った練習手話上の練習方法を紹介したいと思います。今回紹介する練習は、前回は魔法で行いましたが、魔法からの変化で安保もしくは、トーパンブザバンボザザハンホ、ザバンボで、に変化する、私は、そうしてアンポと呼んでますが、アンポに変化する胴体の練習をしていきましょう。では早速やってみましょう。まずはマホになります。そこから体を変化させて、このかかとを見る、そしてかかとの方に手を持っていくようにタオルを引っ張ります。そして移動してまた反対、移動してまた反対、と行う練習です。ややきついですね。ただきついんですが、この時に一回下がったものを上がって下がる、上がって下がるではなく、こう肩のラインを一定になるようにやるのがポイントです。なかなかこうして息が上がるように疲れる練習ですが、ぜひ生活に取り入れてやってみてください。はい、それでは今日は以上で終わります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。